そうやったよね。でこの健康チェック表は今度持ってきてくださいね。最後にもう一つあります。もう二つぐらいあるかな。次のページに行きます。治療のためのしつけの基本、多分これから薬飲むことになると思うんですけど、そのために今からですねハンドフィーディングしてから食べさせてください。これはあのご褒美みたいな感じです。だから一口でいいです、一つでいいです。で食べたらとにかく言葉で褒めて触ってあげる、触ってあげる。でこうやって撫でてあげるのもさ、あの治療なんですよ。それからあとは100円ショップでなんかまつげをなんかこれこうやって、こんなのがマイクさっきやったこういうので撫でてあげるのね。それと歯ブラシでも、歯ブラシの柔らかいやつで撫でてあげる。もうでも最初はそんなの使わないで指で撫でてあげる。そうすると血流を良くしてる。そうすると血流が良くなると思いますから。でそういうことをいきなりすると嫌がるから、手で食べさせて褒めてあげる。でこれができるようになったら3つやってほしいんだけど、2つだけ言います。名前がついてるじゃないですか。毎日名前を呼んでアイコンタクト、頭にやってる、やってる。で目と目があったらここでご褒美あげて褒めてあげる。ここまで毎日やってください。で次おいで、おいでって来てくれたらご褒美あげて褒めて、ここまでやります。で治療の時には必ずこれを使う。おいでってご褒美あげて、それで治療、例えばブラッシングしてあげるとかね、薬飲ませるとかね。今日は薬出ませんけどね。で終わったらまたご褒美あげて褒めてあげる。そうするとこの治療のストレスが和らぐと思いますから。じゃあそれでちょっと観察をしてください。それ最後にこれ渡しておきますね。まあ1週間に1回か2回ぐらいさ、もし測れたら蒸気で測ってみてください。あの持つに慣れたらね、多少ちょっとざっくりでしか測れてないんだけど、今日は23年の8月26日日に近いってこうどんなぐらいの大きさになってるか、もしつけれたらたまにつけるといいですね。で今度来るときは、まあ、この紙とこの健康チェック表ね。で忙しい日は開けといてくださいビシッと書こうと思うとプレッシャーになってて書いて大変なんで。誰がいつもお世話してんの？じゃあこれつけてきてね。お母さん忙しそうだから。サボっちゃった時はしょうがない。次の日にやって。じゃあそういうことでね。今日だから薬は出ませんけど、はい、あのしつけの基本でね、手から食べさせて褒める。で慣れてきたら慣れて血流を良くすることしてください。で今やったことも血流を良くする治療なんでね。はい、でその上でちょっとお薬を飲んでもらった方がいいかな。と思います。ご質問ありますか？大丈夫ですか？はい、じゃあまあこれから多分この子ひまわり食べ過ぎない。あんまり若い子はねひまわりやりすぎるとねこういう風に太っちゃうんです。だから1歳半まではねひまわりやらない方がいい。まあでももうめっちゃ食べますよね、うん、もうでももう1歳半になっちゃってるからもう今それはやめなくていいですから、うん、ナッツとかくるみとかね、うん、そういうのも脂肪いるから。それからあとはあのお豆腐とかね、うん、卵の白身とかね、そのままパックのをそのまま、そうそう 1g ぐらいちょっと取って。だから何でもその測らんと分かんないですよね、どんなにかはね。そうか、あとごめんなさい、もう一個今度の時に一般人とかよかったら寄生虫を予防する薬、ここに薬を垂らすんですけど、ちょっとそれも書きます。ごめんなさい、寄生虫。この子に寄生虫はいないと思うんだけど、ここに来てるハムスターさんは結構つけてるんですけど、1回1200円かかりますけど、モキシデクチュっていう薬があって、首の後ろに薬を一滴垂らすと、そうすると薬が浸透してって体の表面の寄生虫とか、それから何だっけな、お腹の中の寄生虫、特に線虫類、それと、血管につける寄生虫を予防してくれます。で割と副作用はないです。でこれのねトピックスとしてね、イベルメクチンという薬があるんですよ。イベルメクチン、聞いたことあります？はい、
イベルメクチンってね、あのこれを発見した人ってなんだっけ。ちょっと中田さん、エアコンついてる、ここ。もうちょっとつけて。あ、そうなの、ちょっとつけて。暑い。イベルメクチンでね、オンコセルカ病っていうね、あの病気があるんですよ。日本にはないんだけど、アフリカとか南米で現地の人たち、蚊に刺されたりブーに刺されたりすると寄生虫感染して土の虫が入って、それが目に入って目が見えなくなる人が多いんです。でそういう人たちに対してこのイベルメクチンを飲ませたらそれが激減したと。でこれをまあ、もともと動物薬としては昔からあったんだけど、30年ぐらい前から人用が出てきて、でそれをそういう人たちに使って、オンコセルカ病が激減して副作用もないと。でこの薬を発見したのが日本人の先生で、ノーベル賞を取られた6年前か7年前。もう一個はコロナ、まあだいぶ収まってますけど、コロナに対して増殖を抑える働きがあると、寄生虫を抑える薬なんで、それで注目されて、日本では結構認可されんかったけどインドとかヨーロッパとかは治療予防で使われてたみたいですね。それの進化した薬です。だからとても使いやすい。じゃあ今度作れたらつけます。はい、じゃあちょっとこれは大きいんで、じゃあちょっともうちょっとちっちゃいケースでお願いします。じゃあ今日は薬は出ません。それからこれはちょっと入れたけど全然見向きもしなかったけど、プレートなんですけど、どうせ捨てちゃうから、あの、ありがとうございます。食べてくれればそれもとてもいいご飯なんですけど、はい、持ってる、持ってる、これだね。あ、一緒、一緒です。あ、一緒ですか。そっか、なんとこ、それはあの最初の初期のと、うん、あ、そうそう、こう合わせてます。初期のやつもやっていいですよ。あの子供用のやつも、子供用のやつの方がタンパク質多いから。これは、うん、そう、これはメンテナンスだから、大人、大人用、シニア用だから。はい、じゃあそんなところで、じゃあちょっと観察大変だけど、そういうこと で観察するとさ、部屋が綺麗になるからさ、清潔になっていろんな病気にもなりにくいかなと思いますんで。はい、すいません。ありがとうございます。はい、お願いします。で